フィリピンのモンデニッシム、ラッキーミー、サプリーム、ポーク、豚骨味です。揚げ麺で液体スープと火薬、ポークがついています。麺は細めの扁平断面で、地方感は少ないですが、ちょっと頼りない食感です。スープは少しとろみがあります。豚骨を煮詰めた感じはあまりせず、毛玉の臭さも弱く、入場感もほとんどありません。代わりに豚肉の匂いが強いです。旨味も適度にあります。揚げニンニクと生姜の香りも結構しますが、辛さはありません。具として椎茸が入っているのはちょっと違和感があります。日本の豚骨ラーメンとはかなり違い、フィリピンでの代用食としては薬不足です。でもこの製品自体のまとまりは決して悪くないと思います。